すごく金に毎日ついたり聞くことですごく金に助けられたなっていうのが本当に自分の思うところなので、今年は特に本当に金にありがとうっていう気持ちで、はい、お掃除させていただきました。本当にこの世の中がもっと良くなるような思いを込めてやっぱり突き続けていきたいなと思います。もう健康に第一に十分気をつけながら日々の金の音を毎日1日6回ですけど突き続けていきたいと思います。